鶴市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。鶴市は山梨県東部の群内地方に位置する市である。古くからの会議の,の産地である。鶴は鶴郡の群名に由来し、鶴は鶴市の位置する桂川流域の地域が、 富士山の裾野のお鶴のように伸びており、その様子から、レンクズ、豆止めと呼ばれていたことに由来するとされている。大月市と富士吉田市との中間に位置する。ほとんどが、三坂山地や丹沢山地などに属する山間部であり、市の南西から北東へ、桂川が流れる。この桂川に沿って急峻な山と深い渓谷に、挟まれた平坦地に、市街地が形成されている。また、 この川に沿うようにして、中央自動車道、国道139号、富士急行大月線が通じている。桂川鶴市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。群内地方では、桂川や市流域の平坦地に、数多くの高校遺跡が立地している傾向にある。市域も同様で、大野の一杯、久保遺跡は、 旧石器時代の遺跡で、山梨県内最古の石器類が出土している。また、縄文時代の遺跡は、早期から見られ、縄文中期の集落遺跡である小崎原遺跡や、中溝遺跡、五番期の排石遺構が見られる牛石遺跡や、中谷遺跡、桂川菓子団球場の備通遺跡などがある。一方、軍内の傾向として、弥生時代以降の遺跡は乏しい。 古代の律令政果では海洋軍の内鶴軍に属し、地域には、桂川流域のタラザトが否定されている。戦国時代には、鶴軍を領した国衆、小山田氏が地域を本拠としている。小山田氏は、国中地方における守護武田氏と有力国衆との抗争に介入して、武田氏と敵対していたが、信虎木に武田氏とは僕して、武田家診断に加わる。春信武には、 有力家臣として活躍し、勝頼期には、小田、徳川連合軍の進行に際して、小山田信重が、小田方に内通するが、小田氏により討伐され、小山田氏は滅亡する。小山田氏は、はじめ勝つ川主流大旗川左岸にあたる、中津森館を本拠としていたが、武田氏の武田城下町造成と並行して、 現在の鶴市中心市街にあたる谷村の地へ、館の移転を行い、谷村間を中心に城下町整備を行う。谷村は、後の甲州街道から分岐し、吉田へ至る富士道が通り、中世には、市も成立した用地で、近世に開国を了した徳川氏や豊富家大名時代にも政治的拠点として活用された。また、 谷村から桂川を挟んで対岸の川棚には、桂山城が所在し、追記,記は不明であるが、城跡からは、豊臣家大名の浅野市時代の館や屋敷地の遺構が検出されており、桂川左岸に新たな城下町造成が起とされていた可能性も指摘されている。江戸時代には谷村城が築かれ、鳥居秋元氏二代の谷村藩が成立し、 軍内地方の政治的拠点となり、町場が発達する。秋元市時代には、軍内地方における、用水石の改削や、軍内式の進行が行われているが、地域でも、秋元市時代の改削と言われている、谷村大関があり、近世には、軍内式も広く営まれていた。宝永元年に、秋元市が、武蔵区に川越へ転放されると、軍内地方は、 幕府直轄領下となり、谷村城は破却されて、谷村には陣屋が設置され町場は衰退する。突起なき場合、歴代市長による、軍内地方全域を管轄する司法、検察機関の支部を持ちながら、警察署本庁舎がない珍しい自治体である。鶴市消防署鶴市立病院鶴郵便局、鶴市立図書館海外国内。 電力電信市街局番鶴門下大学鶴市駅、中央自動車道鶴、IC 路線バス高速バス高速道路、国道主要地方道一般県道観光スポット、山梨県立リニア見学センター、鶴市は現在市役所のある谷村地区を中心として、中世から城下町を形成していた歴史があり、現在もその谷村地区を中心として、多くの名所、名跡が残されている。 ありがとうございます。